そのライン引きで考えていかないとマジックは衰退するとばっかりだよ。このパーツはもちろんこれ投資では絶対使えないので、うん、ただし実はフラリッシュに関してはほとんど僕は手を出してないんだけども、でこれはなぜかというとマジックが上手くなる才能っていう意味では、うん、ちょっぴりなんか努力と違うところにあるような気がしてる。これはプロっていうのは違う業界の何も知らない人からの評価を受けるかどうかなんでね、その覚悟があるかな、要するに専門知識がない人からの評価を受ける覚悟があるかどうか、要するにマジックをやるとマジシャンからの評価っていうのはマジックの都合を知ってる人たちの意見だから優しいのよ。ところがショービジネスとしてパッと出て手品やりましたって言ったら、どんなにすごい手品をどんなに頑張ってやったとしても全体的に面白くなかったらつまんないでおしまいなのね。だから専門知識ないからこっちの都合考えてくれないから、だから多分俺はそこのラインだと思う。覚悟があるかないか、これはでやっぱりボナさんとちょっと被っちゃうんだけど、結局そのプロになりました、どんな人からの批評も受けます。僕はだから人前で要するに自分のショーをリリースしたわけだから、自分の今できることをやりますよと、でそれで評価を受けた時にそんな何も知らないやつがこんなことを言ってるというのは通用しないわけじゃない、うん、だからマジシャン同士の話とそのプロとしてのパブリックに向かっているショービジネスという考え方と、そこにやっぱりちょっと隔たりはあるんだろうと思うね。どういう隔たりだと思うんですか。ねこれが難しいんだ、説明するのかな。パブリックでやってみると分かるよね、やった時の子供の反応とか、なんだろう、俺の、まあ、昔の友達が言ってたのが、俺がまだテクニックの方だけ追いかけてマジックの現象だけ追いかけてやってた頃に、いやお前藤井の手品はさ、ハンバーグ自体はもう美味しいんだからさ、周りのこと考えないよって、どの皿にどう乗せるのか考えてないでしょって言われたのね。多分そういうことなんでしょう、うん、パブリックに人前にその料理を出すっていうことは素材はできたと、これを客前に金取ってパブリックに出すってことは、皿の趣味からそのテーブルの趣味から全部トータルでお金を取るわけだから、どう対処、結構ね全部見てんだよね俺、うん、でまあ確かに傷もつくし、要するにね、まああこいつも言ってくれ、ひょっとしたら一理あるかもしれないなっても中にあるのよ、うん、だからね、まああこれは全然分かってないな、あこれちょっと分かってるなとかいうのもまあありながら、ある程度比率があるんだけど、最初はねでもこういうのも全部受け入れていかなきゃいけないと思って全部見てたので、今でもまあまあ見たりするんだけど、もう最近ではあんまりちょっとこうそっちの方も盛んじゃなくなってきて、まあ、書いてる人間ももうそれが不毛だって分かってきたんだろうね、かなり下火になってるんで、でそれで吹っ切れたのがね、石橋貴明さんがね、トンネルズの石橋貴明さんが言ってて、悪い気もいい気も低めて人気だと。だから何かやった後にそのネットが動かないのが一番ダメなんであって、悪口だろうが何だろうがネットが動いたら勝ちだね、うん、ネット動かない人ばっかりなんだから、悪口さえ言ってもらえない人が多いんだから、うん、もうね書いてもらったら御の字、俺のことを話題にしたら俺の勝ち勝ち負けじゃないけどね、一応僕に直接頼まれた時はレクチャーならしますって、うん、尺くださいって言うんですよ、うん、暴露はしないと、
ただバラすだけはちょっと僕の責任になる、っていうか僕の責任ではちょっと管理できないから、まあ、商品だったりその人の権利もあるだろうからっていうんでそこちょっと僕分からないからそれを調べてあなたたちがクリアにしてくれるならやるけどこっちが調べてやるのはちょっと無理ですと。でレクチャーならやりますよと。レクチャーするってことは僕に尺20分ください、30分くださいって、ただ暴露じゃなくてこういう手品を覚えましょうっつってやらせてくれるならやりますけどどうしましょう、いやそんな尺はないですねっていう話でとりあえずうまく丸く収まるっていうのがまあいつものパターンで、うん、で個人的にでもそれで自分はあんまりやりたくないんでやらないんだけども人がやるのは止められないじゃない、うん、その時どうするかっていうことなんだよね結局。でそれを声高に種明かしやめろって叫んで今までの歴史、長い歴史で止まったためしかないわけでしょ、徒労なんだよ、うん、やめろって叫ぶの意味がわからないんだよね。もうやられたらおしまいなんだから。それでプロマジシャンがだよ、種明かしされてオロオロするって俺違うと思うんだよね。だからねこう考えればいいんだよ、一つの商品を全国に知らしめるために企業がどれだけお金かかってるか、お金使ってるかよく考えてみよう。で一つの番組で手品の種明かしされてどれだけの人が覚えてるか、絶対覚えてないよ。あのねこれみんなね自分が好きな分野だから覚えてるんだけど、じゃあね例えば盆栽の切り方、枝をこういうふうに作るためにはここをこうすればいいんですっていうのを考えた人間が一人いて、それをパクってテレビでやったやつがいたとするじゃない、見る？まだ明かされても覚えてないですよ。見ることもないし覚えてもないでしょそんなの。だって冷凍チャーハンのメイキングのこう、うん、工場の過程を見たって、うん、次の日には多分細かくは覚えてないですよ。だから興味ないことは覚えてないんだけど自分が興味あるから覚えてるだけなのよ。だからみんな知ってると勘違いするんだよね。みんなが知ってる状態にするために企業が何千万何億と使ってるのに1回の番組でみんなに人が広まるわけないじゃん。しかもいつどれを使うかわからないわけだから、その瞬間に自分の知識をね、マジックが起こった瞬間に全ての知識の引き出しを出せる人間なんていないんだから、うん、それがミスディレクションなんだよ、うん。